アリスイ。イユンクスは、ギリシア神話に登場する、女呪術師あるいはその呪術に用いられた道具である。アリスイのイ。カリマコスによると、ボクシンパーンとエコーの娘、あるいはペイトーの娘。神話によると、イユンクスは、呪いで、ゼウスを言いようかあるいは自分に対して恋するように、しぶけたために、女神ヘーラーによって石像あるいは自分と同じ名前の鳥居に変えられた。 アリスイは繁殖期に首を回して相手を呼ぶことから古来より恋の呪術に用いられ小さな車輪にアリスイを結びつけて回すことで相手に恋愛感情を起こすことができるとされた古くは女女詩人ピンダロスがこの呪術に言及しておりまたテオクリトスも恋愛に関する詩の中で言及しているピンダロスによるとコルキスの魔女メーデーアをイアーソーンに 恋させるために、愛と美の女神アプロディーテが、車輪の四本の矢に、アリスイを結びつけたジュグを作り、イユンクスのジュグと呪文として、イアーソーンに与えたのが講師であり、イアーソーンはこの呪術を用いることでメーデーアを仲間に、引き入れ、金曜毛を奪うことに成功したとしている。テオクリトスは、エーデュリア第二課で、自分を捨てた恋人の心を取り戻すために、 魔法の薬を調合する女島隊について歌っているが、島隊は月の女神セレーネエーや魔術の女神ヘカテイに加護を願いながら、167行の死の前半部分で実に10回もイユンクスの車輪に祈りを捧げている。その他に、アリスイに関する神話として、アントーニーヌスリーベラーリスの遺説がある。それによると、北方のエマティアのオーピーエロスに9人の娘、 イエリスたちがいた。彼女たちは、ムーサイトの仕比べに破れて、鳥に変えられたが、そのうちの一人がアリスイに変じたという。また古代アレクサンドリア図書館の初代館長ゼノドトスは、ハーデースの神話に登場するメンターを、イエンクスと呼ぶ人々がいたと証言している。また、車輪にくくるアリスイと同一の効果があるものとして、イーンクスと称する小規物もあり、 魔女たちはこれを回転させて恋する相手に呪術を施したとされる。イギリスの文献学者、アンドリュー・シデナム・ファーラー号は、古代の壺からイユンクスの呪具を復元している。それによると、イユンクスは小さな車輪の中央に二つの穴があって、そこに長い紐を通して結んで輪にし、両端を十分に余裕を持たせ、つまんで引っ張ることで回転させる。すると、イウンクスは、 繁殖期の鳥のように動き回り、奇妙な音を発するという。なお、イユンクスは英語のジンクスの語源となっている。ありがとうございます。